エルビン・ズカノビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・サラエボ出身のサッカー選手。スユペベルリング・ファティ・カラギュムリュク、SK 所属。元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表。ポジションは DF。FK ジェリエズニチャル・サラエボの下部組織出身。オーストリア、ドイツ、ベルギーのクラブを転々として、キャリアを積み、2014年6月20日に、カーヘントから、 イタリアセリエ A の AC キエーボ・ベローナへレンタル移籍。2014年9月24日のサンプドリア戦でセリエ A デビューを果たした。2015年夏、インテル・ミラノへの移籍で好意に達したが、直前で破断となり2015年7月16日に UC サンプドリアへ完全移籍。サンプドリアでは半年で16試合3得点を記録した。 2016年1月29日、AS ローマへ、買取オプション付きレンタルで移籍。しかしコスタスマノラストアントニオ・リュリガーからポジションを奪うことはできず、2016年7月21日に、アタランタ BC へ、買取オプション付きの1年契約で、レンタル移籍。4位に躍進した、アタランタの中でポジションを掴み取ることはできず、二千十七年七月十一日に、 ジェノア CFCE へ、再びレンタルで移籍。2019年8月1日、サウジプロフェッショナルリーグのあるアハリー2年契約で、加入。しかしリーグ戦3試合の出場に終わり、2020年2月1日に、SPAL へ、シーズン終了までの契約で移籍し、半年でイタリアへ復帰した。2020年8月、トルコのファティカラギュムリュク SK に移籍。 2012年10月16日に行われた2014、ワットハイ、欧州予選のリトアニア戦で、ボスニアヘルツェゴビナ代表として、初キャップを記録した。ありがとうございます。